演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザの クワトロハッピーというピザを食べたいと思います。生地はクリスピーのものを選んでみます。ドミノピザって食べるの初めてなんですよね。なので楽しみです。どんな味なのかな、どれがどんな味なのか、ましょう。まずこちらがおそらくマルゲリータだと思います。名前合ってますよね。ではまず、マルゲリータいただきます。ジェノベーゼ行ってみます。ジェノベーゼでパスタのイメージがありますけど、ピザでもあるんですね。まあどちらもイタリアか。ではいただきます。マルゲリータはトマトの風味が口の中にぶわっと広がって、スパーサンとチーズがまろやかな感じがうまくマッチしていました。なのでこちらの点数です。アメリカンはシンプルなサラミがとても美味しかったのですが、わざわざ注文するほどではないかなとも思えてしまいましたので、こちらの点数です。まあ普通に美味しいんですけどね、チーズは濃厚でしたし、ジェノベーゼはバジルの風味がしっかり効いていて、ホクホクのジャガイモとよく合っていました。さっくりした生地にしたのは正解だったのかもしれませんね。なのでこちらの点数です。そして最後、トロピカルにつきましては、パイナップルとピザというようなイメージがあったのですが、実際食べてみるとパイナップルの果汁がうまい具合に口の中に広がっていて、とても本当に南国に行ったような気分になりましたので、こちらの点数でいただきます。ドミノピザデビュー、うまくいきましたね。自分はサクサクが好きなのでこの生地にしましたが、次はシンプルな生地も食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。